シドネンさんとシトラリさんが八神に会いに行き、旅人の孤名を作るためにその経歴を記録できるアイテムをもらって帰ってきたというところですね。これを身につけてナタのいろんな場所を旅したり冒険したりすればいいの。そうすれば必要な記録もどんどん溜まっていくはずよ。本当か？オイラにも見せてくれ。お、何か2、4、5個、あれ分足のあれかな。あ、あれか、コメを持ってるやつらのあれか。これオロルンやな。あ、この辺誰かわからんわ。あれかな。あ、これカチーナだわ。運命を超える星と最高の仲間。え、パイモン？これパイモンじゃない。パイモン、あれ少女だし、しかもあれパイモンのマントに見えるな。いや違うかな。パイモンなわけないのかな。で、一瞬神秘の島を探索した旅路はウモジャの心で永遠に輝くものだ。誰？炎の洗礼を受けたマリポが言ったようにあらゆるものに代償はつきものだ。この辺よくわかんない。この側もなんかあるんだろうね。で、中央はエンジンかな。原価が世界を照らす人類は気温ごついの導きのもと初めて未来へと踏み出す。西酔いの旅折り、ちょっと読み方わかんないけど、がこれってことか。これがオイラとお前か。真ん中にお日様があるぞ。やっぱパイモンはパイモンなのか。で、このえ、どういうことだろう。あ、このナタでのことだけじゃなくってことなのかな。あれ、これってカチーナ。やっぱカチーナだよね。これはある不安定な媒質からできてて、映っているのは八神様の意志そのものなの。そこにあるのは八神様が君たちに見せたいものよ。見せたいものなんだ。映ってる内容を覚える必要はないよ。確認したくなったらバッグから取り出せばいいからね。軽いし場所も取らなそうだぞ。こんなすごいものを持ってきてくれるなんてな。あ、確かに。もしそういうのを払ったならちょっと申し訳ないぞ。心配しないで大丈夫。昨日八神様の話をあんたらも聞いたっしょ。人間を助けることこそ自分の使命だって。ナタのために自分を犠牲にしてまで地脈を立て直そうとする存在がこんなことで見返りを要求するわけないじゃん。そうよ、受け取ってちょうだい。じゃあ遠慮なくいただくぜ。あ、ここにいたんだ。アビスがまた襲撃してきてすっごく大変な状況で、魔物が多いしそこかしこから湧いてくるみたい。手を貸してくれる人が必要なの。早すぎない？前回の襲撃からそんな経ってないのに。のんびり話してる暇はなさそうだぞ。早く行こうぜ。切り替わったの。迫り来る黒き波。アビスの魔物がナタに侵入した大きな戦いが幕を開けた。こっからが本番みたいな感じか。やばいことになるのか。戦闘に加わる。マービコに状況聞く。ここでいいんだよな。あー、なんか始まるのか。ああ、わかった。この2カ所には速やかに支援を手配しよう。それと
こっちは危なそうだ。私が直々に出向く。その他の場所はどこも辺境で、人もほぼ皆無。戦士たちに撤退するよう伝え、発生しうる二次災害に注意するよう指示してくれ。承知いたしました。すぐに伝達いたします。待たせたね。今どんな感じ？またアビスが現れたって聞いたけど。ああ、状況は芳しくない。これまではアビスの魔物が散発的にばらけて現れていたため、各所に配置した者たちだけでどうにか対処できていた。しかし数も頻度も増えた今では話が別だ。範囲はどの地域が襲撃を受けてるの？ナタ全域だ。競技場周辺のみならず、遠く離れた北条の国からも襲撃の報告が届いている。あ、イアンサ多分北条の国だったよな。これもまさか何かの兆し？このままだと対応しきれなくなるのも時間の問題だろう。そこは理解している。だがアビスも焦りを見せ始めているようだ。6人の英雄が揃うまであと1人という事実を奴らも知っているのだからな。今の私にはまだアビスと戦えるほどの力がない。これは奴らにとって千載一遇の機会だと言える。つまり今は持ちこたえるしかないってことか？持久戦になるだろう。今最も気にかけるべきは一般人の安全と戦力の温存だ。助けが必要なキャラバンと冒険者を救うためにすでに数多くの戦士たちが出発している。しかし依然として人手が足りていない。それなら私たちに任せてください。いつでも行けます。ああ、頼まれてくれるか。シロネンとカチーナは小玉の子近辺の拠点を支援してきてくれ。そしてシトラリ、君には名園の主のところへ戻ってもらいたい。彼らは君を必要としているはずだ。名園の主は聖火競技場から少し離れているし、オロルンはこの計画において重要な6人のうちの1人だ。彼にはここに残ってもらう必要がある。ええ、任せてちょうだい。熱気球を用意した。それに乗っておのおのの目的地へ向かうといい。任務を終えたら各地を巡っているかがり木の民の伝達士に現状を伝えてくれ。彼らが情報をまとめ戦況を報告してくれる。各地の情報をもとに君たちの次の行動目標を決めていくつもりだ。了解。じゃあ善は急げってことで早速行ってくるよ。みんな気をつけてね。で、オイラたちはどこに行けばいいんだ？伝達士からの情報によれば、一般人を競技場まで護送している小隊がアビスの魔物に苦戦しているらしい。彼らも懸命に抵抗しているものの、その力も限界に近づいている。その小隊のことを任せたい。いいだろうか。助かる。熱気球はそこだ。早速向かってくれ。お、あー、これでね。あー、こういうところってことか。なるほど、ちょっとアーカイブ切り替えるわ。